はいどうも、走れ王チャンネルです。というわけで今日は昨日の動画の続きとなります。まずは6回の表から再開となります。2対2で迎えました6回の表の攻撃。まずは先頭バッターがレフト前ヒットで出塁。そして続くバッターがライト線へツーベースヒット。ランナーは2、3塁とチャンスを作ります。しかしこの2、3塁を作ってからまた相手のピッチャーここでギアを上げてきます。ピンチになるとこの強いボール、ここもセカンドボールで詰まらせてアウトになります。このセカンドのプレーも跳ねた時のスタートが素晴らしかったですね。ショートバンドでボールをさばくというこのセカンドのプレー見てください。ここで反応して跳ねるというこの素晴らしい守備で後ろになりません。ワンアウト2、3塁となります。そして続くバッターにも強気のボール、はい、これも完全に詰まらせてピッチャーゴロ。このピンチでの投球は素晴らしいと思います。2アウト2、3塁。そして続くバッターはフォアボールを選びまして2アウト満塁となります。チャンスを作りますが続くバッター詰まらされてピッチャーゴロ、これはアウトになりチェンジと点が取れません。2対2のまま次の回へ行きます。ここで6回の裏ピッチャー交代ですね。先発の左ピッチャーに変えてこの日の午前中に登板した右ピッチャーを投入します。その立ち上がりまずは三振でワンアウト。そして続くバッターサードゴロでツーアウト。そして続くバッターもはい、これファーストゴロに打ち取りチェンジとリリーフまずは成功します。ここから投手戦に入ります。7回から9回は両チーム無得点、本当に素晴らしい投手戦となっております。相手ピッチャーも決め球に強いボールを投げてきますし、逆にこっちのピッチャーはどっちかっていうと打たせ取るピッチングを展開していきます。7回から9回は両チーム無得点のままゲームが進んでいきます。この変化球も素晴らしいですね。スライダーが決まって見逃し三振。本当にこのピッチャーはコースにしっかりと投げてきてボールのキレもあるという本当に素晴らしいピッチャーでした。はい、うちのピッチャーも打ち取ってゴロアウトを重ねます。相手のバッターもしっかりと強く振ってきますのでやっぱり打球が速いですね。それは思いました。はい、これもセカンドゴロさばいてちょっと送球されましたがファーストにカバーしてもらってアウトになります。9回の裏ですね。9回の裏、9回の表ですね。9回の表本はピッチャー先発ピッチャーが粘ります。浜風も結構いってると思うんですけどなかなかこう球威が落ちずに投げてきますので、やっぱり元企業のピッチャーということだけあってスタミナも素晴らしいかなと思いました。はい、このインズバですね。インズバで見逃し三振。はい、そして9回の裏こちらも守ります。見逃し三振。続くバッターこれ捉えたように見えますがセンターフライ。本当に点が入らない状態が続きましたね。こちらもセカンドゴロに打ち取ってチェンジといった感じになります。はい、ここから10回の表まずは先頭バッターの私がフォアボールで出塁します。相手のピッチャーは先発してますのでもう10回に入っていますね。はい、そして続く2番のバッターにフォアボール。ここで連続四球となり1、2塁のチャンスを作ります。で、相手ピッチャーも疲れたように見えたんですが、またここからギアを上げてきます。本当にメジャーの重野吾郎のような感じのピッチャーですね。
ピンチになると球威が上がるという、ここ見逃し三振、アウトコースいっぱいのボールで見逃し三振。そして続くバッター4番打者のところでここショートバンドになり2、3塁とランナーを進めます。ここでチャンスになりますが、さらにまたいいボールを投げてきます。はい、このインズバですね、キャッチャーこうしますが1塁アウトということで、本当にこのすごい強気で攻めてきます。そして2アウト2、3塁から5番打者に対してもこのインズバベースのギリギリを投げてきます。本当に素晴らしい投手だと思います。はい、そして11回の裏ついに決着となります。まずは先頭バッターにレフトオーバーのスリーベースを許します。ちょっとこれ追い込んでただけに甘く入ってしまったのかなと思いました。9番バッターだったのでオーバーはないと思っていましたね。そして最後にこの1番バッターに、はい、これ完璧に、ライトスタンドに場外弾を打たれてゲームセットです。これはもう打った瞬間でしたね。サヨナラホームランで2対4ということで敗戦となりました。はい、というわけで今日は試合の映像をご覧いただきました。今後も試合の映像を配信していきますのでよろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、そして9月のプレゼントはこちら、ドナイヤの軟式用グローブになります。こちらは自分が使っていますドナイヤと全く同じモデルを準備しました。こちらをチャンネル登録とコメントしてくれた方に1名様にプレゼントします。そしてこちらも同じくプレゼント、マジコスポイルドの左手用です。こちらバッティングの時に手首につける野球キャとなっております。発表は9月の末に行いますのでたくさんのご応募をお待ちしております。ありがとうございました。